おはようございます。2015年2月11日水曜日、6時5分どころか7時50分ぐらいですね、47分になっちゃいました。ですね、今朝はもうなんか配信直前になってですね、ネットワークの回線速度が全然出なくなって遅くなってですね、配信どころかですね、ツイッターでソーシャルストリームでつぶやいてたんですけど、それすらもものすごい遅いっていう、なんかね、何が起きてたのかさっぱりわからなかったんですけども、何度かパソコンをリセットしたりとかいろんなことをやってですね、ようやく配信できるような回線速度になりました。で、やろうかなと思ったら、そしたら今度音声の方がトラブルでですね、モニターしてる音では聞こえてるんですけども、なぜかユーストリームの方で、その音をですね拾ってくれなくて、サウンドのところではちゃんとね、メーターがピコピコ、音量がこうね動いてるんですけども、でもユーストリームの方には全く音が出力されてないって、またこれまた理由がよくわからない状態になって、でこっちはユーストリームを何度か止めたり動かしたりをして繰り返すと、ようやく音が流れるようになりました。もう全然今日は何が起きてんのやっていう感じなんですけども、今朝はですね、待っていただいた方、すいません、こんな時間にやってるんで、多分誰も見ないと思いますが、さて、今日のですね、ネタは、Cネットジャパンから、ソフトバンク、IBM と人工知能ワトソンを日本展開へ、ロボットへの応用もということで、ワトソンが日本でね、こう展開するっていうのは、いろいろね、出てましたけども、銀行ですね、みずほ銀行とか、三井住友とか、三菱東京 UFJ なんかも、ワトソン導入するとかいう話になってて、で、現状ワトソンが英語ばっかりだって、日本語これから勉強するのかなと思ってたら、ついに、ソフトバンクが日本語を教えると。日本語、ワトソンに、の日本語教育係になるということが発表されました。これ IBM とソフトバンクテレコムが提携したということで、ちょっとこれ面白いことになってきたなと。で、それで日本でのそのワトソンはデータセンターはソフトバンクのデータセンターを使うということで、これもまたなるほどって思ったんですけども、まあそういうことで、ソフトバンクかなり頑張ってますね。人工知能、ペッパーのロボットも出しますし、あれも別のニュースでは6月ぐらいから一般販売するとかっていう話になってきてるんで、まさに本当今年はいろんな意味で人工知能が生活の中にわらわらと入ってくるというか、気づくといろんなものが人工知能に、が運用しているというかですね、人工知能につながっていると、そんな状況になってるんじゃないかなというふうに思いますけども、どうなんでしょうかね。こういう状況になってくると、本当あちこちで言ってますけれども、人と人が直接やり取りするっていうのがものすごく減ってきそうな気がしますね。それでなくても今ってメールだの、ツイッターだ、フェイスブックだ、そして LINE ですよね、特にもう10代、20代前半はもう LINE だらけになってきてるんで、 LINE を間に介して人と交流するっていうのがもう当たり前になってきてますよね。だからデジタルの文章というか、デジタルツールの間でのやり取り、直接こう話すというよりもそこでのやり取りの方がすごい増えてるわけですよ。だからその相手がいつの間にかワトソンみたいな人工知能に変わってても、多分ね、何の違和感も感じなくなるんじゃないかなと。で、そうなってくると、その人相手にするよりも人工知能相手にしてる方が楽なんで、それはそうですね、相手の気持ちとかそんなのあんま考えなくていいし、一方的にこうあれしてくれ、これしてこれはどうなのとかっていうのをぶつければいいだけで、そうしたらワトソンが、まあ、できることはやってくれるし、できないことはできませんって言ってくるだろうし、で
構ね、タメ口聞こうが何しようが全然そんなのは関係ないので、そうするとその方が楽、要は自分のその気持ちをストレートにぶつけることができる。で、相手が人間だといろんなことを気遣いしなきゃいけない。特に日本語の場合は相手が同レベルか年上年下というかですね、格が上っていう言い方も変なんですけども、その上下関係っていうのがね、日本語ってものすごく意識しなければいけない言語なんですね。で、その、ことがやっぱりこうストレスになってくると。ね、人工知能相手だとそんなこと考えなくていいので、それが人間相手だと急に考えなきゃいけなくなって、多分そこがめんどくさくなると。そうやってますますその機械相手に喋る方が楽っていうことになって、で人工知能間に介して人と人がやり取りする。多分そんな今 LINE みたいなのが間に入ってやり取りしてるように、人工知能が間に入ってやり取りする、多分そんな世界にすぐになりそうですね。この特にソフトバンクが IBM と提携してワトソンが日本語化されていくとなると、本当これなんかいろんなサービスの中にどん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 入り込んできて、でしかもクラウドで使えるとなると、あんま自社のリソースってあんま関係ないんですよね。ネットつながっていれば使える状態になってくるんで、こんなことが起きるとなんかすごいことになりそうな2015年ですね。まあ、注目ポイントを書きましたけども、まあ、この英語と日本語の違いが客観的に分かるかもって、ここね私すごく興味があるところで、日本語ですね、日本語を海外の人に教える、英語圏の人に教えるっていう時に、それはなんていうんですかね、人間相手にこうやり取りをしてるんで、そのなんとなくね、教えられてる方も教えてる方も無意識のうちに実は何て言うんですかね、教えてることとか習得していくことがあって、英語と日本語の本当本質的な違いっていうのがどういうことなのかってなかなか実はね見出せなかったりするんですよ。それが人工知能相手にやることによって、ものすごく客観的にですね、その日本語と英語の違いっていうのが見出せるんじゃないかなという気がするんですね。そうやって新たにその言語学というかですね、その構文文法だとかいろんな意味でその英語と日本語の違いっていう、その言語体系の違いが客観的に整理されていくんじゃないかなと。多分ね、そういうそこの方が実は得られるものがものすごく大きいんじゃないかなっていうようなことを勝手に思ってたりしますけれども、ちょっとね、いろんな面白い、副次的にいろんな面白いことが分かってくるような気がします。ね、本当言葉の意味とかそういうのはもういろんな意味で、面白いことが分かるんじゃないかなと思うんですけど、そういうね客観的にこう見るっていうのがなかなか難しいんですよ、人間が介在する限り。どうしても頭の中で編集作業を行っちゃうんで、それがですね、その客観的なデータとして出てくるっていうのは人工知能を介して初めて分かってくるんじゃないかなという気がしてますけど。さて、そんなところでもう7時56分になりましたってなんだかな今週いよいよですね、金曜日、本当は怖いインターネット人工知能編特別ライブということで、さっき話したようなことなんかも話せればいいかなと思います。ようやくですねライブのページができたんで、また今ここのページにはちょっと書いてない、もうすぐ後で書こうと思いますが、告知ページとか見てください。それでまたスライドも、予告スライドも公開してますんで、こんな感じの話をするんだよっていうのがあります。それから今日は水曜日なので、毎週水曜日の週刊 ET トレンド X、 これは XNEX さんが主催でやっていただいているものなんですけど、今日水曜日なんですが祝日なんでね、ちょっと何頃になるか配信が分かりませんけども、まあ水曜日にやるよっておっしゃってたんで、配信されると思いますので、そちら
らの方また人工知能の話またしてますんでよろしくお願いします。それから、ホームページですね、いよいよ人工知能とか出てきた時に一体どうやってホームページ活かすね、まあね、そこにもねいろんな影響出てくると思いますが、まあそれはさておき、ただまあホームページをね見るのはやっぱり人なので、その人が見るっていうこと、そういうことを意識して、じゃあどうやってホームページ活かすのか、そんなアドバイスとかいろいろやってますんで、よかったらそちらもよろしくお願いします。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。